セバスティアン・ダイスラーは、ドイツ・エラッハ出身の元サッカー選手。元ドイツ代表。選手時代のポジションは MF。通称バスティ。練習中のダイスラー1998年にボルシア・メムヒ・エングラート・ワッハで、プロデビュー。その年に、チームが2部へ降格し、ヘルタ・ベルリンに移籍。2000年2月のオランダ戦で、ドイツ代表として初出場する。しかし、 ワールドカップ日韓大会直前のオーストリアとの親善試合で左膝の靭帯を断裂してしまいそのためドイツが準優勝した2002年のワールドカップ日韓大会の出場メンバーから外れたそれでも高い評価を受けて負傷していながらもその夏にバイエルンミューン編に遺跡を果たす2003年には復帰主力として活躍していたが周りからの期待によるプレッシャーや 両親の離婚、妊娠した恋人の健康上の不安などがストレスとなって今度はうつ病のために戦線を離脱。サッカー界やドイツ国内に衝撃を与えた。その後うつ病を克服。復帰を果たし2004年9月のブラジル戦で代表復帰。2005年のコンフェデレーションズカップでは前後試合に出場し1アシストを記録。 しかし2006年のワールドカップは、バイエルンでの練習中に再び膝の故障に見舞われ、本大会出場の希望は叶なわなかった。その後も、再びうつ病にかかり、2007年1月16日に、もう自分の膝を信じることができないと語り、27歳という若さで現役引退を表明した。2007年12月、行方不明になった。 バイエルンミュンヘンの首脳陣やオットマー、ヒッツフェルト監督、元ドイツ代表監督のルディ・フェラーもダイスラーとの接触を幾度も試みたが、全く連絡を取ることができず、ミュンヘンにある自宅も住居として利用されている痕跡がないことから、ダイスラーがどこにいて何をしているのか全くわからない状態であった。もし、何らかのサポートになるのであれば、ダイスラーを、 バイエルミュンヘン育成部門のテクニックコーチとして迎えたいと2007年12月にバイエルミュンヘンのウリヘイネス GM がメディアを通してメッセージを送ったがその後もダイスラーの消息は不明のままであったその後第二の人生にフィジオセラピストとして歩む準備を進めていることが発表された息子の存在が今の彼の生きる喜びになっているというありがとうございます